皆さんどうもこんにちは、ガクです。こんにちは。10月17日からやってきた ACL ハイライトガチャレベマ企画やっていきたいなと思います。本日はですね、イベントやっていただければ全ユーザー1回無料で引くことができる ACL ハイライトガチャの徹底比較、正直動画にするか若干迷ったんですけど、懐かしい選手が何人かいますので、無料分だけは絶対に引いていただいて、狙いの選手やなかった場合はランダムブースタートークンにしちゃってください。ということで今回もですね、僕の独断点検になるんですけど、こんな評価で全11名やっていきますので、倍速でもいいので最後まで見ていただいて、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では行きましょう、レッツゴー。でまずはですね、一応ガチャ評価引くべきかってところで言うと、この5段階中星2とさせてください。このガチャに関しては普段あんまり出ない選手が多いので、マネとかフィルミーノとか懐かしくて欲しい方はぜひ前向きに検討してみてください。ただ基本的にはスルーで OK ですね。搭載選手で言うと星3から星5までいますので、無料で星5当てることができれば優勝です。ということでこっから当たりランキングいってみましょう。まずは11位、 A 評価ホセイン。ホセイに名前の響きいいですね。このガチャ唯一のゴールキーパー枠になります。低弾度あって、波小さい、かつゴールキーパーセンスも最大強化ラインまで上がってくるのはいいんですけど、身長ちょっと厳しいかな。初登場なのは嬉しいポイントです。第10位、 A 評価アフメド・ヤヒア。イラク出身の攻撃的サルバック、スピードトップ強化で94乗ってきたり、速さっていうのは間違いないんですけど、それ以外の能力とスキルが渋すぎますね。スライディングは得意です。第9位、 A 評価ジャイレット。珍しいデコイランのプレイスタイル持ちで、スピード瞬発、得点能力などバランスよく能力はあるストライカーですね。スキル能力ともにもっと強化欲しかったです。で過去版との比較で言うと、1のトレンドが予想以上に強いんですよね。トレンドなのでスキル追加できないんですけど、1持ってたら十分かな。2もレベル上限高かったので、どちらからも乗り換えなしで OK です。第8位は A 評価パラシオス。この選手は足元優秀なナンバー10で、ダブルタッチなどスキル面初期から充実しているのが強みですね。フィジカルも最低限70あるし、意外と悪くない能力に仕上がってるなって思いましたね。ただ波大きいで調子不安定なのと、スピードぼちぼちなのは気になります。第7位は A 評価武藤義則選手。このガチャ唯一の日本人選手になるんですけど、実は僕大学の一つ上の先輩で、大学時代からサッカー部にものすごい選手がいるらしいってすごく有名だったんですよね。その影響もあって密かに応援してる選手の一人です。で武藤選手ってセンターフォワード登録のイメージだったんですけど、最新バージョンは右ウィング登録のインサイドレシーバーになってましたね。ウィングタイプって考えると、瞬発、足元周りはもう少し欲しかったですけど、スピード、キック力が高くて、ウィングとしてはヘディングやジャンプ、守備意識高いのは珍しいですよね。意外と登場回数も少ないので、ヴィッセルサポーターの方はぜひこのチャンス狙ってみてください。で過去のハイライトはですね、リンクフォワードで決定力やフィジカル面は高くなってますね。ただ今回スピードや足元パス高いですし、本的性もかなり増えてますので、個人的には今回に乗り換えちゃってもいいんじゃないかなって思ってますね。とはいえタイプは違うので、好きな方を選んでみてください。第6位はアリフ・アイマン・ハナピ。ハナピって聞くともうハナピアスしか頭の中出てこないんですけど、この選手もプレースタイルインサイドレシーバーで、ダブルタッチ初期装備なのはありがたいですよね。スピード90、ドリブル90、瞬発95と、この3項目はズバ抜けて高いですよね。フィジカル、パス、決定力、ここまで伸びてきてくれたら完璧でした。で過去版と比較すると、1はスキルなかったので乗り換え、2はスキル PK キッカーがないだけで能力は完敗なので、2持ってる方はそっちを使ってあげてください。第5位、 A 評価アクラプ・ハフィフ。3連続でウィングタイプの登場。この選手はアジアカップでゴールを決めた後に手品のパフォーマンスをしていたのが話題になっていたので、そこで知った方も多いんじゃないかなって思ってますね。スピード89、瞬発92、ドリブル90と、この3項目はしっかり高いですし、スキルもパス系完璧、能力はね、爆速ドリブル以外のところは荒削りなところはありますけど、ダブルタッチとシュート系つければ完成まで持っていける、スキル面の優秀さっていうのはこのガチャの中でも光るものがありますね。第4位は A 評価イ・テソク。この選手ね、スキル渋いんですけど、守備的サイドバックなので、がっつりスピードと守備を強化すると意外と悪くない能力になってくるんですよね。守備系全て85超えた上で、スピード90の瞬発88、え、結構良くないですか。フィジカルがね、今の環境を考えるとちょっと厳しいですけど、スキルで守備系フル装備すればワンチャンあるのかなって感じですね。ま、そのスキルフル装備が大変なんですけど。ここからですね、一つ評価がありまして、第3位、 A プラ評価ロベルト・フィルミーノ。
ここから先の選手が無料で当たればこのガチャは十分勝ちなんじゃないかなって思ってますね。まずは元リバプールのフィルミーノ、なんと今回超強化枠で登場でございます。リンクフォワードらしくバランスいい能力が特徴でフィジカル70乗ってくるし、グラッパ80のスルーパス持ちっていうのも非常に優秀ですよね。プレースタイルリンクフォワードの好き嫌いはあると思うんですけど、チャンスメイクもできる万能センターフォワードとして悪くない能力に仕上がっております。まあ、スキルに関してはこの5つつければだいぶやれると思うので、マジでもうちょっと強化であればもっと評価上がってきたんじゃないかなって思ってますね。で、過去版との比較はこちらになります。1、2ともにリバプール時代の習慣なので記念としては残してほしいですけど、能力的には1から乗り換えても良さそうですね。決定力などが大幅に上がっております。2に関しては能力負けちゃっててスーパーサブワンパのスキルまで持ってますので、乗り換えは基本的にはなしですね。とはいえ、実はフィルミーノハイライトは初登場なので、フィルミーノ好きでがっつりスキル追加したいなら今回のバージョンを選んでみてもいいと思います。第2位は A プラ評価オスカル、元チェルシーの選手で、ウイレ時代はコスパ優秀な選手として結構使ってる人もいましたね。意外といいフットボールでは初登場でした。ダブルタッチ一投にパス系スキル優秀な万能2列目間飛び出し、足元系オール90超えてきますし、パス決定力なども80超えてきたり、とにかくバランスは良くて、まだまだ能力ちゃんと強くてびっくりしましたね。フィジカルスピードまで上がってきたら完璧でしたけど、スルーパスミドルシュートなどのスキルをつければ OMF でワンチャンやれるくらいの性能ではあると思いますね。で、ちょっと昔話になりますけど、ウイレ時代は中国リーグ所属のオスカルとかアランとかタリスカとかパウリーニョ、結構強かったんですよね。昔はね、監督のポストってのがあって、それをオーバーしないように選手のコストを調整する必要があったんですよね。っていうところでコスパいい通常選手っていうのは意外と注目集まってたんですよね。懐かしいです。そしてこのガチャラストは第1位 A プラ評価サディオマネ。ガチャ動画でも話しましたけど、このガチャはマネとフィルミーノ同時搭載なので、リバプール好きな方にとっては激アツですよね。で、しかもこのマネはですね、レベル上限が通常よりも高い超強化枠なのもそうなんですけど、ボールキープ見てください。なんと12上がりしてるんですよね。今回他ではこういうバグ強化みたいなのはなかったんですけど、1人だけ特別な強化されてますので、そのあたりも含めてこのガチャの一番の当たりはマネだと思ってますね。まあ、能力でいうとシンプルに逆足優秀な爆速のドリブラーですね。ウイング起用がおすすめで無難にいい能力はしてると思うんですけど、マネの場合はね、スキルがちょっと微妙なんですよね。ダブルタッチあるとはいえ、パス系シュート系で足りてないスキルが多いので、スキル追加はがっつり頑張ってみてください。で、最後にですね、過去版2枚での比較になります。実はマネ、リバプールバージョンって1しか出てないんですよね。で、今回のマネはですね、足元やキック力などは過去最強水準なんですけど、その代わりスピード瞬発フィジカルは過去版の方が高くなっております。まあ、記念で残すのは別として、能力だけで言えば前半は全部乗り換えてもいいかな。フィジカル下がってるのは気になるんですけど、1には逆足勝ってたり、どのバージョンからも足元がだいぶ今回のが高いので、僕だったら乗り換えちゃいますね。で、後半で言うと4、5乗り換えなしの6乗り換えかな。それこそ6との比較を見ると、ボールキープの超強化っていうのが顕著に見えてくると思いますね。ということで、今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。まあ、かなりサクッとした動画になったと思うんですけど、今回無料分もあるということで、しっかり1本動画作らせていただきました。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。まだまだいろんな動画投稿していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。